どうも、この丸です。キタロです。じゃあ今日は、ミーアイが KCONJAPAN2024 に出演したので、そチャン紹介していきます。まあ、ミーアイ的に KCON 初出演ということで、まあ、2日目に KCON ステージとか、で、今回は M カウントダウンステージとか、まあ、ミーグリあったり、ドリームステージがあったりとか、めっちゃ盛りだくさんだったね。めっちゃ盛りだくさんだったわ。 やっぱさ、なんかすごかったね、見合いね。うん。うん、ていうかさ、すごくね、デビューしたてで、初めての結婚だけど、もうなんかすごい、なんていうの、もう、すごいグループだね。なんか常連かのような、そうん。そう。<laughs> <え>そう。もうなんていうのは、ちょっと言い方悪いけど、待遇とかも含め、もうなんかすごい、超人気グループのやつじゃん、みたいな。<laughs> うんうん、いやー、思、うん、った思った。えー、てかみんな可愛かった、そして。マジで。 ねえあと、あやねさんよかったね、足治ってね。あ、そうそうそう。そうなん、うん、ほんとそうなん。だからなんかさ、この間初めて、あれだよね、ほらあのファッション系のさ、<laughs> 楽天ワードだっけ楽天、えー、ガルアワねガールズアワード。ガールアワか。うん、うん、ガールズアワードのやつとかでね、見れたけど、なんか、<laughs> 踊ってるやつね、こう、例えば、うん、想像以上とかさ、うん、なんか、なんかあとはシュガーボムとかも、あの、 まあその柄ではやってなかったけど、なんかその、YouTube でさ、M ね的なやつで公開されてたやつ以外で私、初めて見たんね。あ,あ、もう一個見たかもしれん。ちょっと忘れたんだけど。そう、でもなんかとにかくすごい良くて。ねえ。シュガーボムなんてさ、言わせてはやねさんが最後さ、締めなん、最高と思って。ねえ、いや、わかる。そう、だから結婚ステージ、そう、2日目の傾向ステージでは、 本当に5曲かな披露して。で、今回の3日目の M カウンターのステージは2曲披露して、まあ、イントロ付きでちょっとアレンジ違ったりとか、あの、トロッコ乗ったりとか。ねすっごい大活躍だったよね。そうだね。いや、すごいじゃスタジアム経験してしまったぜ大丈夫と思って。すごいよね。そうなん。うん。いや、すごいと思って、これ。いやしかも堂々としたもんだよね、本当にね。またね。そこで。そうなん。え、なんでえ、新人だよね。わかるそう。わかる。 あとさ、スタジアムの話で言ったらさ、最初にさ、あの、結局ダンスのとこね、ランちゃんがさ、うん、めっちゃ出てきてさ、一人でめっちゃバキバキ踊るから、落ちりすげえじゃんと思ってさ、ね<う>あれ最高やったね。うん、すごいね、デビューはもないのに、そのスタジアムのあの広い会場で、お人数を前に一人で踊るってね。うん。わかる。あれ、ゆめきさん考えたんだっけあれね。うん。なんか、誰なんかなと思ったら、ゆめきさんがもう、インスタであげてました。<laughs> もう、専属だもんね、最近。 そうそうそう。<laughs> うん。これを、ディレクションとね、やってくれてたっぽくて、うん。あとその、ランちゃん踊って、で、4人出てきて、5人出てきて、で、最後、モーナーさんが一人でブワーンってやって、もうあの、モーナーさんの圧倒的オーラーみたいなのも超かっこよかった。わかるわかる。うん。あの子、いつも吐きすごいよね。いやそ、うん、なんか笑顔も可愛いに、ちょっとさ、なんかちょっとなんかふん、んみたいなさ。 みたいな、そう、強い女性みたいな顔するじゃん。で、食べた。みたいな強い女性。そう。<laughs> キーターさんのダサワード強い女性、ね、そうそう。それでしか表現できんが。そう。<laughs> そう。あの、なんか、ちょっとなんか似合う、みたいな顔もめっちゃ好きだし。え、わかるなんかさ、うん、その、だから、登場がめちゃくちゃキレイとしててすっごいオわじゃん。で、なんか少し踊って、みたいな。で、バーンみたいな。でさ、バーン ミャイみたいな、そこで、あそこで急弦に,になるそう。ミイ。やばいよね。あの、ギャップやば。<laughs> 大好きな、あそこ。全然できんくらい、あの手。<う>ミャイの手。ね、て。絡まるよね、手ね。<laughs> で、あとさ、そもそもさ、そのさ、ミーアイのクリックの韓国バージョンだったじゃん。で、うん、まそれを披露する前さ、結構映像流れてたじゃん。そのミーアイのさ、なんか。ねえ、5時過ごなかった。<laughs> <laughs> 大好きあれ。<laughs> えみたいな。いや、めっちゃ、え、大丈夫それちゃんとチェックしたみたいな。<laughs> 翻訳さ、ところどころさ、あの、違ったよね。普 <laughs> 通に。いや、そうなん。だってさ、なんか、うまくやることしか頭にありませんでしたって言っとんがに、うん、テロップがさ、うまくやることだけ頭にありませんでしたとか言って、いや、違う意味全、全、部真逆の意味ってなったから。<laughs> 私上手くやりたくないみたいな方になっちゃったもんね。そう,そう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 。<laughs> <laughs> さってねそれ。逆みたいな。<laughs> しかもさ、しかもさ、なんか、テロップでさ、私にとっては、もう、プルソンはジャパンザガールズは、夢のステージでしたのさ、で、桃田さんが言ってるやつとか、すごいいい言葉じゃん。うん、で、夢のステージで。その、ね、ジャパンガールズはの和がさ、はじゃなくてさ、和音の和でさ、なんかギャル文字みたいな。ギャル語みでいっとる。なんか、う <laughs> ちわーみたいな。うちわー <laughs> <laughs> それさ、結構あって、そこの和。和んも。何科書もあって。<う> <laughs> 私ね、夢は叶えられないかもって思ったんですって。<laughs> 夢和の和がさ、<わ>和音の和だから、好き舐めてんな。 本当にさ、ギャル文字っぽく見えちゃうから、<laughs> <う>真剣に思ってたみたいな。その <laughs> いや、あの、それはね、もちろん映像もすごいシ,<う>シリアスだし、あの、伝わるんだけど、ちょっと笑っちゃうよねっていう。う <laughs> なんかちょっともったいなかったよね、ねあれね。そう、もったいない。ミュウさんのすごい、なんかちょっと泣いてる表情のとことかですごい、うん、いいシーンなに、夢は叶え、なんか和が和、おの和で。<laughs> じ <laughs> ャルみたいな。<laughs> 見つけたときすげえ興奮したから。みたいな。みたいな。なんでみたいな。<laughs> いや、そうなん。いや、あの、日本語習ったら、やっぱ、ぶち当たる壁なんかね、もしかしたらね。その、<ー>最初に。 うん、まあ、日本語って難しいって言うもんね。その、やっぱ同じ読み方でも、そう、和と和で違うもんね、やっぱね。うんうん。うん、そうそうそう。なんか、たまにさ、外国の方でさ、結構話せる。まあ、あい、あの、ひらがなとかは簡単だしさ。結構すぐ、ね、習得できるより喋れるよみたいなの言うけどさ、うん、ほとんどの日本人、そんなもんじゃねえぞと思いながら、そうだねって言うよね。<laughs> 絶対。<laughs> 絶対そうだよね。<laughs> <laughs> そう。本、ま、当、あまあ、にうまい方もね、いらっしゃるんだけど、いらっしゃるいらっしゃる。まあ、日本語って本当奥深いからね、なんかその、難しいからね。 日本人ですら、みたいなとこあるからね。確かに。だって、愛、私はあの愛がさ、日本語ってマジいっぱいあるじゃん。私、俺、うん、僕。ね。ね。ね私とかね。私とか、いっぱいあるから。うん。いや、日本語の。何の話 <laughs> そうそう。ちょっとね、それがね、おもろか、おもろいというかね、結構衝撃的。うん、でも映像、ああいうのってさ、やっぱ、傾向ならではっていうかさ、エムネット系列ってか、やっぱ、韓国ならではでね、ああいう、なんか、始まる前の映像って、確かに。うん、そうだね。うん。ああいうのを作ってくれる感じがね。そう。やっぱ、ほら、日本でてか、まず、やっぱ、傾向が、やっぱり、こちらみたいにね、そう言われとる。言われ、言われとる <laughs> 言われとる。こちら目指してるんだよね。 目指出してるってか、日本のコーチェラとしてみたいな、なんかその感じだったけど、記事みたいな。うコチラ。もう言ってらっしゃるの結婚、結婚さんが私たちは日本のコーチェラだと。日本のというか、そのね、アジアのコーチェラみたいな感じなのかなう全然伝わってないよ、それは。全然伝わってないよ、こっちに。いやだ、コーチェラなんでっゃ多分。コチラなんで、結婚二日目はさ、その、結婚ステージだったわけだけど、そのさ、 5曲、シュガーボム想像以上、ちょっぴちょっぴエンミークリックのさ、5曲披露して、これはあの、あのまあ、かわりメッセの方でやってたやつだけど、これもすごい良かったよね。ええ、良かった。個人的にはやっぱりこっちすごい、いっぱい見れたし、うん、うん楽しかったじゃん、ね。なんか面白いよね。なんかさ、スタジアムの方がメインっぽいのに、そっちはさ、結構全員あってどこ、どれもさ、結構2曲ぐらいってさ、最大。うんうん。で、これ、結婚ステージの方は、まあ、結構5曲ぐらいやってくれるっていうさ、ま、あどっちも目玉なんか。 どっちも目玉まあ、でもやっぱスタジアムが一番目玉なんだろうけど、多分。うん,う,んう,んうん。うん。うん。アーティストも、K、K-POP、K-POP のアーティストも結構豪華だしね。特に鳥とか勤める方は。うんうん、確かに確かに。でもさ、個人的にさ、あの、いや、どっちもなんだけど、心ココちゃんやばない <laughs> すっごい可愛くないマジで。いやー、心ココちゃんめっちゃ可愛かった。あしかもさ、あの、うちらの好きなあの衣装だったじゃんあの、その、袖ついてるアームのやつのさ、なんか。そうそう,そう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 。あれ 韓国、M カで来てたやつだっけなね。そうそうそう、M カで来てた、うん。そう。もう、心ちゃんめっちゃ可愛くて、しかもさ、その、我々サルの YouTube で見てたけど、見えない時さ、コさ、心ーみたいなさ、そのなんか、結構、のぶたいせい、心 <laughs> ちゃんぴのね、のぶたい,いすごい聞こえてきて、わかるよ、可愛いもんねって思って。わ <laughs> かる。あの、 結婚ステージの方は結構その、のブとめの方のあの、AKB の現場を思い出してすごい熱くなった私、無理わかる、そう、わかる。<laughs> すげえ、なんかね。<laughs> ふふ。<laughs> 親近感湧いたよね、なんか。わくわく。私もう落ち着くんだから男性が多い。こう叫ぶオタクの多い現場が。めっちゃ落ち着くんだから、私。マジで。マジで。オタクのね、確かにおの原点が、ネポテイトだからね、うちはね。そう,そうそうそう。やっぱね、そうじゃないかみたいな。やっぱそうじゃ、うん、そうだよね、みたいな。嬉しくなったじゃ、うん。そうそう,そう。わかるわかる。なんか、ファンサもらうのとかもさ、いいけどさ、やっぱその、自分の思いを伝える、おたけび、みたいな、いいよね。<laughs> なんかそのわかるわかるわかる。<laughs> あとさ、個人的にさ、しずくさんさ、ね、その、 ダるあわの時もさ、黒髪で暗くなって、うん、あ可いいと思ったけどさ、なんか、よりさ、なんか、重めのパッツンな感じがすごいさ、強調されとって今日、見た感じだと。前もそうだったんかなえ、なんか、とにかく可愛くてさ、えー、みたいな。私も重めにしようかなと思ったぐらい、マジで可愛いと思った。<laughs> 前髪、<laughs> か確かに、こ今前髪ね、ね、うん、ないけど。作ろうかなと思うぐらいってことうん,うん。そう、うん、私、ニッチーオールバックだから。すげオ男コ選んだから。<laughs> マジで <laughs>。すげえ。いや、わかる。可愛いよね。このなんか、 シシドカフカーか、雫かみたいな、その、前髪重めのさ。あー。ねえ、ごめんね。私ほら、ピントコンからそこまで。<laughs> カフカさん。<laughs> もう、前髪パッツンですごい可愛いよ。可愛いっていうか、そのおしゃれ、オシャレ。うん。なるほどね。じゃ、象徴なんだ。その、バ髪パッツンの象徴といえば、シシドカフカさんってことなんだ、ね。<laughs> 別に、象徴かはかんけど、ちょっと、パッと思いついた。<laughs> いや、ほんとそう。だからみんなさ、もともと可愛かったにさ、なんか、どんどんその、なんかさ、なんていうんだろう。スターの自覚みたいな、そのさ、やっぱ、 出てきたんかな、うん、どんどん綺麗になっていくよね。わかる。なんかね、まだしずくさんの話して申し訳ないけど、マジで、より私お嬢様だって、すごい自覚されあったような動きしかしてなくて、もう好きな。なんかもう、高貴な動きしかしてなさそうな感じが。なんか同じ振りやっとってもさ、ちょっと上品っぽくなるね、しずくさんだとね。あ、うん、そうなんしかもさ、そのなんか上品さの中にちょっとかっこいいさあ、キータルさんみたいに言うと強い女性みたいな感じの雰囲気あって、それが、マジでいいんでネタ,いんネタじゃないでしょうね、それ。<laughs> <laughs> もしかして、ネタじゃないでしょうね。ええええ、いや、わかるわかる。そうだね。 うん。くさんの良さがほんと出てるよね。出てる。みんな出てんだけどね。みんな上品だから。わかるわかる。本当に。であとさ、またシュガーボブちょっと戻らせてもらうけどさ、あの、ミヨさん歌い出しじゃん。あそこさ、ケイコンのバージョンもめちゃくちゃ綺麗じゃなかったうん。いいね。甘く、ふんんん、んんん。甘くしか言ってないんか。う。で、てかあの、ちょっとマイクスタンド使うパフォーマンスもいいしね、本んそう。 そうなんマジでこの曲私大好きなんだけどマジでうんいやわかるいいよねいいなんかえしかもさごめんシュガーボム感想言わせてもらうけど We all have you everything ってあるじゃんであのあそこのさ二段階あるんであれってで大体二番目二段階目にケイコが歌うそこの私声大好きでなんかね We all have you e v e r y t h i n でなんかちょっとねいい感じの声なそうそう 結構そこいいよね。わかる。なんかちょっと声変える、変えるっていうか、ね。なんかちょっと。変わっとる。変わっとる感じですもんね。うん なんかね、あとやっぱ英語多分習われてたんだろうね。多分やっぱほら、ヘリコプターにね、乗られてたお嬢様やから。<laughs> そう。ヘ <laughs> リ乗らんから、お嬢。そうだよね。お嬢だよね。<laughs> 普通乗らんもんね、ヘリなんて。普通乗らんから。だからやっぱ英語多分ね、習われてたのかなっていうぐらいの発音の綺麗さで。うんうん、それもすっごい良くて。そう。確かに、いい、好き。うん、結構滑舌いいからね。だからラップもいいし、やっぱ英語の発音も多分いいんだね。うんうん、そうん、うん、そう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 。 あとね、最近ね、リノンちゃんがさ、キーさんわかるかなブラックピンクのジェニーみたいに私見えてすごい興奮するね。めっちゃ可愛いじゃんと思って。もう、ま、前からしとったんだけど、うん、ジェニーに感じて、ちょっとキーさんわからんかもしんけど、ジェニーに感じてすごいグッと来たる <laughs> えー、マウントブルピンマウントそれト俺が。俺がリサさんしか知らんから <laughs> そうそう。<laughs> まだリサさんしか知らんが <laughs> いや、ジェニーもわかるよ。<laughs> そう、ジェニーミある。系統はジェニミだなと、うん、ジェニみたいだなと思って。なるほど。あの、カリスマの雰囲気やっぱあるからすごいいいなと思って。カリスマの雰囲気わかる。うん、なんかあの子ほんとさ、ひょひょっとしてるけどなんかその、ちょっとスター性みたいなのすっごいあるよね、ほんと、うん。<当>そう。うん、なんかさ、想像以上とかもさ、だし。 あの、エミーか。エミーも歌い出しさ、リノンちゃんじゃん。なんか、そこもね、なんか、ゆめきーさんがもし配置したとしたら分かってんだと思ったの。ああ、なるほどね。違うか、歌い出しは違うか、歌に関係してくるか、違うか。うん。いや、でもなんか、分かる分かる。うん。ちょっとなんか、姫っぽい感じで、それはあれじゃん。いや、ちゃんみなさんがさ、やっぱ姫っぽい、猫っぽいみたいなさ、言ってらっしゃったけど、そういう姫、姫み、姫みみたいなあるよね、やっぱ、そのなんか。うん。いや、そうそうそうそ というか、カリスマみたいな、やっぱりチプから考えたらめちゃくちゃ増しとるね、本当に。確かに。うん、いや、おもろいわうん。以上のね、今回は、ミアイが、K-Con Japan 2024に出演したので、素直にしてたんだけど、いや、本当に、K-Con ステージとか、m カウン Down ステージとか、まあ、ちょっとお話はせんか,かったけど、その、ドリームステージとか、みぐりとか、いろいろ盛りだくさんで超良かったね。ああ、確かに、ドリームステージさ、目いっぱいだったもんね、男性ね。しかも衣装もね、<う>可愛くて。うん。うん、衣装ピンクで可愛かったよね。 うんそう。なんかあの50名のね、ユーミーの方たちと、ファンの方たちと一緒に踊って、みたいなさ。なんかさ、なんか感動しちゃって、感動っていうか、なんか胸いっぱいになって、なんかなんて言うんだろう。だって自分たちだって、 ちょっと前、ね、まで一般の方だった子が多いのに、うん、もうなんかそういう子たちと一緒に踊って、なんか皆さんと夢を一緒に叶えてって、いや、すごいなみたいな。うん、うん、確かに。ねね、うん、アイドル側としてさ、出れて、夢を与える側になったっていうことだもんね。そう。いや、そうなんそれになんかめっちゃ胸熱くなって。確かに。ええー。なんか私もすごい今感動した、急に。<laughs> ね、<laughs> そう。なんか、<え>いや、すごいなと思って、うん。そうだね。胸が目いっぱいって感じだよね、本当に。いや、そう。うん としななみたい,ないやカエラさん。懐かしいカエラさんのカエラさん <laughs> そう。ねえ、なんかすごいなと思って、その、ファンダム名もユ,ユーミーじゃん。なんかそれもいいなと思って、うん、なんかそれなんかね、リンクしとるなと思って、夢、夢だからさ。うん。そうだね、ひらがなでなんで夢なんやと思ってたらね、それがユーミーに変わっとったもんね、VCR とかでもね。そ <laughs> うん、そう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 。<laughs> ねそうだよねうちらはって言ってねそう,そうそうそう,うちらは私はギャル文字みたいな <laughs> まだからさ見合いの次の活動が楽しみだよねそうだねそうだねそう早いねです。<music>